ホーム、吉永駅は、岡山県尾前市吉永町吉永中にある、西日本旅客鉄道山陽本線の駅である。駅番号は、JRS10。2007年7月1日改正から2008年3月15日改正まで、快速、サンダイナーが下り1本だけ当駅まで乗り入れる、設定があった。単式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線。 合計2面3線のホームを持つ地上駅。単式ホームの1番乗り場側に駅舎があり、島式ホームの2.3番乗り場へは、古戦橋を渡ることになる。ほとんどの列車が1.3番乗り場を使用し、2番乗り場は、岡山駅当駅間の区間列車の折り返しのみに、使われている。2013年3月15日までは夜に、当駅止まりがあったが、 翌16日の改正で次の三井市駅まで行くようになった。山陽本線の岡山市社間内区間は CTG 未導入の状態が続いたため、運転業務を行う関係上駅員が配置されていた。緑の窓口がない駅では珍しく板区駅ではなく、東岡山駅が管理する直営駅であった。2016年5月の運行管理システム稼働に、 伴い、三石駅とともに、同年5月31日で窓口の営業を終了し、翌6月1日より、無人駅となった。自動券売機が設置されている。2018年9月の IC カードアイコカ、エリア拡大、統合に伴い、簡易型自動改札機が設置され、アイコカの利用も可能となった。1番乗り場が上り本線、2番乗り場が抽選。 3番乗り場が下り本線である。定期旅客列車での設定はないが、2番乗り場から姫路方面への発車も可能。近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。ありがとうございます。